ございます。今日は青森県が生んだ日本のエジソン、木村明則さんのお話をしようと思います。木村さんは奇跡のリンゴ栽培を成功させた人として世界的に有名な方ですが、この偉業を成し遂げた木村さんの歴史を愛ある眼差しで覗いてみたいと思います。あなたは木村さんのことをただの歯抜けの農家のおっさんと思っていませんか？まあそれも間違ってはいませんが、木村さんのできることは世界一難しいリンゴの自然栽培だけではありません。小さな頃から、小学校の頃から理系が好きで、木村さんはね、物理、化学、数学が得意だったんですね。だから農業などの土いじりよりも新しくて効率のいいものが大好きだったんです。他にはエンジンとかモーターとかも大好きで、バイクのエンジンを研究して改造したり、エンジンの馬力を増やしたりするのが今も好きなんだそうです。なので高校は農業科ではなく商業科に進んで、工業簿記1級を取得しました。卒業後なんですけど、農業の方はお兄さんに任せて神奈川県川崎市の、日立ってありますよね、電機メーカーの日立関連の自動車部品メーカーに就職して、社内になんとモトクロス部を作っちゃったんです。会社では今まで田舎では見たこともないようなオフィスコンピューターが活躍していて、覚えるのは大変だったそうです。でも毎日ワクワクして充実した日々を送っていたそうです。部活の方ですが、会社のすぐ横のスクラップ屋さんから動かなくなったスーパー株を、ただ同然で、仕入れるっていうよりもらってきては修理して乗る、そんな感じだったんですね。で、木村さんは次男だったってこともあって、もともと継ぎたくない農業から離れて、あの当時は高度成長期でした。その頃好きなことに没頭して過ごすことができたんです。そんな青春時代の真っ只中、青春を謳歌していたその時、長男が体調を崩して外部から人を雇わなければいけないほど忙しい、そんなことが書かれた手紙がお父さんから届いたんですね、木村さんのところに。で、その手紙には決して帰ってきて手伝ってちょうだいみたいなことは書いてなかったんですけど、木村さんご自身も、胸の奥ではいつかは故郷弘前に帰る時が来るのかなって、そんな予感がねあったそうです。ずっと、そんなわけで、結局木村さんは就職してから1年半とか2年で都会生活を捨てるっていうことになったんですね。農業っていうものはこちらがどんなに尽くしても天候、自然に左右されて、工業とは違って計算が立たない、そんな効率の悪さも当時若かった木村さんには農業をやりたくない理由の一つでした。なのに木村さんは農業に導かれたんですね。導かれただけではなく、農業に、リンゴ栽培に、自分の命、家族全員の運命までをかけることになります。神様のいたずら好きも程があると思うのですが、結局農業嫌いが世界的偉業を成し遂げたのは事実ですよね。考えてみれば、
世の中っていうものは辻褄の合わないことだらけ、矛盾だらけだと思いませんか。まあ、実際そんな世界で人類は発見、発明、まあ、いろんな営みを繰り返しています。で、話は飛びますけどね、木村さんのこんなエピソードがあります。ある日、日本一ではないですかね、わかんないですけど、一流のパソコンメーカーから、木村さんのところに助けてくれと電話があったんですね。で、木村さんが、まあ、そのメーカーのパソコンを直してあげたんです。 IT の専門家がギブアップしたシステムを農家の木村さんが直しちゃった。ちょっと不思議な図式ですが、まあ、こちらの道では木村さんはかなり名の知れた方のようですね。まあ、いつどこでそのようなつながりができたのかは私には今のところ不明ですので、話は次に進めます。木村家のどん底時代ですね。リンゴの自然栽培を、まあ、成功させるために畑の草を食べて命をつなぐっていう生活を、まあ、余儀なくされて、当然入れ歯なんて作る金銭的余裕はなかったってことですね。もちろん現在はお金に困っていないでしょう。だって奇跡のリンゴは全国のね、一流ホテル、一流レストランに行くしか普通のルートで私たちの口に入ることは不可能なのですから。そして命がけで奇跡のリンゴを実らせた後、現在の木村さんの使命は自然栽培を普及させることですね。日本全国にとどまらず世界中から呼ばれて、まあ、講演したり自然栽培の指導をしています。面白いのは日本の JA というところはね、農薬それから肥料などを売って成り立つっていうところがありますよね。日本の農業のやり方がなかなか変わらなかった要因でもあったと思うんですよ。そこのところが、その JA さん自らが今無肥料無農薬無堆肥の農業家である木村さんに助けを求めているんです。面白いですね。なぜだと思います？お米が売れなくて廃業に追い込まれている農家があまりに多いからなんです。まあ、それで JA も頭を入れ替えざるを得なくなった。 JA の古い体制を守ろうとすること自体が、まあ、自分たちの首を絞めることになる。そのことに気づいて、日本の農業全体を守ろう、地元の農家が成り立つようにしよう、利益追求ではないところに価値を置く、安全安心で栄養価が高く、しかも美味しいお米を作らないとお米は買ってもらえない、逆に言えばそれらを全部満たすお米を作ることができたら絶対にお客さんにお米を買ってもらえる。まあ、そこに気がついて木村さんにお願いした最初の JA が木村さんの地元である青森県の農協でした。それから全国の JA が、ね、名乗りを上げてきています。木村さんを呼んで自然栽培作りに地域を挙げて取り組み出しています。今まではね、お米の価値は美味しさで決まるみたいなところがあって、美味しいお米が、まあ、値段の基準だったんですよね。そういうふうに私は思います。ところがそこに低農薬、減農薬、特別栽培、そういう付加価値が加えられて、でもまあ多くの国民はね、私も含めてそれで満足していました。ところが木村さんによって突然農業ルネッサンスが産声を上げることになって、
と本来の健康食としての、まあ、お米の価値が認められるようになったということですよね。お米大好きの私は大変嬉しく思います。私は若い頃からお米ね、炊いたご飯の味や食感にうるさくて、なんかずっと長年美味しいお米を探して生きてきたっていうところがあって、で最終的にね、体にいいお米を探し始めたら、まあ、数年前のことなんですけど、自然栽培のお米と野菜と果物に出会ったんです。でこの日本のね、自然農法の先駆けとなった人ね、1913年生まれの福岡正信さんっていう方なんです。この方は1975年に、藁一本の革命っていう本を出版されているんですけれども、この本は海外の主要言語に訳されて、まあ大体20カ国から30カ国もの国で、この本は読まれています。そんな福岡さんの著書何冊かありますが、自然農法っていう本があって、この本との奇跡的な出会いが奇跡のリンゴを生むきっかけとなったんです。当時木村さんは農薬、殺虫剤、殺菌剤などを大量に使用してリンゴを育てていました。農薬の被害をまともに受けるのは実は農家の人たちなんですね。でいくら体に悪いと分かっていてもやらざるを得ないんです。年に数十回の農薬散布をやらないとリンゴが実らない、それが当時の常識でした。特に木村さんの奥さんが農薬に蝕まれていたこともあって、農薬散布の少ない作物を作ったり、まあ農薬散布の量は同じでも回数を減らすなどの工夫をし始めている時に、まあ出会った本なんですね。でこんな農法があったのかと、まあ木村さんの自然農法の研究がスタートします。まさかその10年後自殺を意識するまで追い込まれるとは夢にも思わずにですね。木村さんの書かれた奇跡のリンゴっていう本はベストセラーになり映画化され、で人気テレビ番組プロフェッショナル仕事の流儀などでも取り上げられました。木村明則さん、そして奇跡の無農薬リンゴに興味のある方はぜひ参考にご覧になってみてください。というわけで今日は、ここまでしますね。最後までお付き合いくださりありがとうございました。